自分で食べてくれるから安心だよね。立ってる時間は今日長いな。ああ、まあ20万ギリギリ回復したな。ああ、メップルおはよう。大丈夫か？大丈夫ですか？大丈夫？おしっことかしてない？まだしてないな。大丈夫？ああ、やっぱり死肉が白いな。大丈夫か？いいよ、休んでて。今日ちょっと血液もチェックするから。よし、じゃあご飯までまだ寝ててね。姉ちゃん、おはよう。どうだった、このふわふわのシート。ご飯食べるか？途中でお水を飲む休憩が入るのが寝たんだよね。でね、タッチする。おお、香ばしい匂い。よいしょ、タッチしよう。よいしょ、大丈夫か？あれ、大丈夫？立ってる？はい、こっちで食べるの。なんかこっちじゃないとバランスがちょっと悪いみたい。その向きで真ん中に置くとこっちにこう倒れちゃって、いるよ、みんな大丈夫だよ。自分で食べてくれるから安心だよね。めっちゃおつに行きまーす。はい、まだちょっと。最近大粒の方が食べやすそうだから。おいしい？おいしい？それほどでも。お水？お水か。お水だよね。お水タイム。ちょっと待っててね。今お水。あ、食べる？高くしてほしかった。ちょっと待っててね。お水あげるね。エプロン置いて。よいしょ、いきますよ。はい、どうぞ。おしゃしゃしゃ、ちょっと高い方がいいかな。いい？じゃあもう一回ご飯食べる？はい。あ、ちょっと、あ、よしよし。違うのも開けてみる。よし、あ、ちょっと待って、開けが止まると食べるんだ。なんか黄色かな。お水、おいしょ、お水です。おしょ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 。
おさん。あ、でも大丈夫か。立てるか。よし。おお。おお。頑張れ頑張れ。こっち立てて。あ。するかも。あ、あしか。ああ、いいよ。次はうんちしてくれるかな。よいしょ、よいしょ。あ、出る出る。お、出てる出てる。いいうんち。すごいいいうんち。よしよし。立ってる時間は今日長いな。ああ。おしっこが全部出たかわかんないけど、まあ便はあれだけ出れば大丈夫だろう。うん。立ってる時間も長いな今日。すごいな。うん、採血するか。うん。めっちゃよく出たね。お利口だった。ヘマトクリット値は 24.1、 おお、血小板が20万9000円、まあ20万ギリギリ回復したな。
生化学の方は、BUN は33、クレアチニンは問題ないね、うん、点滴してたのが良かったのかな、うん、まあ、少し点滴続けてるからね。あとは、うん、そうだね、それ以外は特に問題ないね、うん、血糖値は82で、限界質も問題ない、うん、CRP が11だね。まあ、オーバーって言って20以上が続いてたから、まあ、11でもかなり高いんだけど、それでもとりあえず、うん、まあ、下がってるのは間違いないね、うん、まあ、ちょっと外に出して便もしっかり出たし、うん、そうそう、うん、食べてるからね、うん、最近ドライフード、うんうん、あとご飯を、まあ、またちょっとお腹空いたっぽい、うん、あれだったけど食べさせてください。よし、で体重は 28.48 ね。おお、そんなには減ってないって感じ、うん、ただむくみがあるんだよな、左の後ろ足、ね、あ、そういうの考えるとちょっと上半身痩せてきたようにも感じるけど、うん、食事をまあしっかり食べてもらうので頑張ろう。うん、結構食べれてるからね最近。外行ったからお腹すいた。よいしょ。食べるかな。いらない？まだお腹すいてない？これじゃない？これ嫌いなの？違うの入れてみようか。違うのにしてみようか。これにしてみようか。さっきクランチーズとか。これなら食べる？まあいいね、お水飲む。してないね。すごいすごい。もういい。おしまい。すごいすごい。見せなかった。心配なんだけど。メープル。メープル、じゃあお休みの時間ですね。兄ちゃんがまたサッカーでクロアチア戦だとか言って大騒ぎしてメープル起きちゃうかもしれないけど、一旦お休みにしようね。また大興奮してまたメープルのとこ多分来るかもしれないけど、よし。一応お尻の方は念のためペットシーツも当てとくからね。じゃあメープルお休みね。お休み。